中森康弘は、日本のギタリスト。ロックバンド、ヒックスビル、マシュマロ、ジョン・ビー・アンド、ザ・ドーナッツ、オー、ルーニーに在籍している。化石サイダキリンジ、く引びきあやカーネーション、サギー・チェリオス、ギャランティーク、カズエ、ヨシンバ、など数々のアーティストのレコーディングやライブに参加。また、フォトグラファーとしても活動している。福岡県立加歩高等学校。 日本大学芸術学部写真学科卒業。1989年ロッテンハッツに参加。1994年ロッテンハッツ解散後、メンバーの小暮真也、牧恵とヒックスビルを結成。現在も活動中。2015年ザ・クロマニオンズのマジママサトシ、ヒックスビルの牧恵と、新バンドマシ、マロを結成。5月13日、マシマロ、ガランとしてるでデビュー。 2018年ソレイユのメンバーとして活動開始。2019年3月3日、ギタリスト、中森康弘の歓励を祝したライブイベント、ヒックスビル25年フラカン30年、中森康弘60年が東京、ゼルザズよよぎで行われた。2019年5月20日自身のインスタグラムアカウントでソレイユ脱退を発表。 2020年1月23日、中森自身が主催のイベント、中森康弘アワーハイ、ハ、は、イ、い、ハ、は、イ、い、を始める。2021年1月9日から1月24日まで、京都、トランスポップギャラリーにて、安サ祭ダプラス、安在はじめと化石サ祭ダ、中森康弘ヨーロッパ企画デザクアニに、中森は、フォトグラファーとして参加。2020年、 ウルフルズのサンコンジュニアと鹿の一族のカシマ也とサンピースバンドをルーニーを結成。2021年1月24日、NT コネクション主催の NT コネクションプレゼンツアット440にてをルーニーの初ライブを EG with NTG バンドと2組で無観客配信ライブを行った。バイオ。 ヒックスビル。2018年3月28日。閲覧。大山拓也。マシマロ。音楽ナタリー。2018年3月28日。閲覧。ソレイユカラフルな 60S サウンドに彩られた14歳の世界。音楽ナタリー。2018年3月28日。閲覧。株式会社。ナターシャ。中森康弘の還暦記念イベントに。 結成25周年、ヒックスビル、30周年、フラカンラ、音楽ナタリー、2019年5月22日閲覧。株式会社、ナターシャ、ソレイユのギタリスト、中森康弘だったい、やれるだけのことは、すべてやりきった。音楽ナタリー、2019年5月21日閲覧。ありがとうございます。